台東区からのお知らせです。引きこもりに関する講演会や個別相談会、沢会を開催します。開催日は11月5日土曜日です。区役所10階会議室で行います。午前10時からは引きこもりの長期化から考えるライフプランをテーマに講演会を行います。定員は50人です。また午後1時から5時までは臨床心理士による個別相談会、午後1時から2時30分までは同じ境遇にあるご家族と臨床心理士の沢会も実施します。定員はそれぞれご覧の通りで、参加者多数の場合は産区連携事業のため台東区、千代田区、文京区にお住まいの方を優先します。なお、お申し込みは先着順です。参加を希望される方は担当窓口までお電話、または台東区公式ホームページから電子申請でお申し込みください。申し込み締め切り日は10月28日金曜日です。お申し込みお問い合わせは子育て若者支援課青少年担当03-5246-1341番までどうぞ。 YouTube 台東区公式チャンネルでマンション管理セミナーを配信します。気軽に専門家の話を聞くチャンスです。ぜひご覧ください。マンション管理セミナーではマンション管理コンサルタント土屋照之さんをお招きし、マンション管理の良好な運営を行うにはをテーマに、動画2本立てで基礎知識から実践ポイント、具体的な運営方法について詳しくお伝えします。セミナー動画は台東区公式ホームページからご覧いただけます。ホームページのサイト内検索でマンション管理セミナー動画と検索してください。またスマートフォンなどをお持ちの方は画面上の二次元コードを読み取っていただくと動画ページにつながります。お問い合わせは住宅課03-5246-9028番までどうぞ。第26回下町大音楽市を開催します。台東区内で活動するアマチュアオーケストラや吹奏楽団によるコンサートです。はじめに下やウィンドアンサンブルのコンサートは11月20日日曜日午後1時30分開演、浅草公会堂で開催します。入場料は1000円、曲目はご覧の通りです。続いて上野浅草室内管弦楽団のコンサートは11月26日土曜日午後2時開演、会場は障害学習センターミレニアムホールです。入場料は1500円、曲目はご覧の通りです。最後に上野浅草フィルハーモニー管弦楽団のコンサートは11月27日日曜日午後1時30分開演、浅草公会堂で開催します。入場料は1500円、曲目はご覧の通りです。託児サービスをご希望の方は事前にお申し込みをお願いします。前売り券はカンフェティのホームページ、もしくはチケットセンターへのお電話でお買い求めいただけます。それぞれ開催日時や場所などお間違いのないようご注意ください。お問い合わせは台東区芸術文化財団03-5828-7591番までどうぞ。令和4年度台東区芸術文化支援制度対象企画、短金×方角ハッシュタグ開くし電柱亭に寄せてが開催されます。明治から大正、昭和にかけて活躍した日本彫刻界の巨匠開くし電柱、上野桜木にある旧住居兼アトリエからは大正当時の風情を感じることができます。この度通常は非公開の旧開くし電柱亭アトリエを会場に、金属を叩いて成形する短金を用いた
今井希恵さんの金工作品の展示と、津上光道さんによる邦楽の演奏会、尺八ワークショップのコラボレーション企画が開催されます。金工品の展示は11月3日木曜日祝日から6日日曜日までご覧の時間に行います。入館料は500円、事前のお申し込みは必要ありません。直接会場までお越しください。また期間中、ご覧の日時に邦楽演奏会、尺八のワークショップを行います。費用はそれぞれご覧の通りです。なお、演奏会とワークショップは先着順です。参加を希望される方は画面上の二次元コードを読み取っていただき、電子申請でお申し込みください。お問い合わせは津上光道、 E メール、津上光道@gmail.com までどうぞ。